さあこちらですね、宇宙戦艦ヤマト、なんか2202やな、これは、昔のあの白色彗星の白色彗星変化なんかなっていうところ、なんかね、ちょっとごめん、寒くってさ、この車の中がヒーターつけてんねんけど全然暖かくなれんのよな、これ。で、あの、あれよ、ちょっと10話ぐらいまで、途中ね、お昼やったかな、見てる途中で眠たくなってしまいまして、ちょっと思わずノックアウトしたんですけど、もう一回見てないところから順番にっていうことでね、こうしようか見てたんですけどね、ちょっとやっぱりね、僕はね、宇宙戦艦ヤマトには向かへんわって言って宇宙戦艦ヤマトには向かない、なんやろうな、最初のヤマトはね、しっくりね、最初の宇宙戦艦ヤマトはしっくりくんのよ、すごくしっくりくんのに、突然何、で3年後かな、2199からやから3年後に、突然、ガトランティスね、分かれへん、ガトランティスって言い方がね、ガミラスは分かんねやんかガミラスがガトランティスになって、で、主力戦艦が、機関やな、機関が、ヤマトじゃなくってアンドロメダになるね、アンドロメダ僕ね、アンドロメダってあんま好きじゃないんですよね、宇宙戦艦ヤマトの中でもアンドロメダって好きじゃない。なんでって言ったら、波動砲が2個ついてること、拡散波動砲とかって言い方すんねんけど、で、それがね、機関がアンドロメダ、1番艦がね、で、2番艦、3番艦、4番艦で出てくんねんな。で、この宇宙戦艦ヤマトがね、ついていけなくなってる理由っていうのが、もう明らかに自分で分かってんのは、アンドロメダの方が性能がいいんやったら、わざわざヤマトを使う必要がないんじゃないのって言ってね、記念艦として展示しといて、で、もうそのままアンドロメダで、言えば白色彗星に行ったらええんじゃないのとかっていう、そっちなんですよ。でね、昔っていう言い方なんで、昭和のアニメっていうのはね、ある種ね、時代劇なんですよ。時代劇。だから話が、例えば100話あろうと、半年やから50話ぐらいあろうと、基本はね、時代劇と一緒やねんて。最初歌が流れて、で、最初のこんな話題が出てきて、あ、今日はこんな話なんねや。で、こんな話なんねやっていうところから、吸ったもんだして、で、ヤマトと、ヤマトやったらね、ヤマトは、他の敵になる人と、打ち合いになって、かっこええやんって言って、危機を切り抜けて、来週に続くみたいな。これね、昔のアニメって、ずーっと1話完結の、時代劇やねん。時代劇。チャンバラやってる時代劇なんかそうやねんな。例えば、僕が好きやったんやったら、小さい頃やったら、必殺仕事人なんかそうやねんな。必殺仕事人って、最初やな。ちょっとおとぼけシーンから始まって。で、この人多分殺されんねやっていう人ね。必殺仕事人やから、この人殺されんねやっていう人が、一瞬良くなりそうに見えて、実は不幸な死に方して、で、その後、その家族か、つながりのある人が、残念ながらその人も、なんとか自分でしようとしたんやけど、失敗して、結果、無念にも、敵討ちができひんかったから、少しのお金を渡して、必殺仕事人たちが、その悪をみんな、殺してしまうという、このオチやねんな。で、その必殺仕事人は、それぞれの、その、正義の取り方っていうのが、いろいろと、方法があって、例えば、中村モンド、藤田誠やな。
なんと不意打ちで、いつもね、いつも不意打ちで刀でバサーって切ってるだけの、中村モンドが実は免許皆伝の腕前やったりとか、で、あと僕らの時代でやったら、かんざし職人やな、かんざし職人のヒデって言ったら、あのかんざしかなんかを使って、首の後頭部のところやな、ぐさっと刺すところがピキーンって回すとこはかっこいいとかってガサッてやったりするとか、あとは三味線屋のユージやな、今も国会議員になりました中条清さんがやってた三味線屋ユージやな、あの三味線の糸をギーって引っ張って、ギーって引っ張ったやつをピーンって投げたら、それが首にくるっと軽くくるんで、なんと家でいう大黒柱みたいなところから宙吊りにして、でピーンって跳ねたら、それで息を耐えるとかっていうところから、最後、悲しい、中村モンドのテーマっていうのが流れて、最後の最後の大ボスは、まあまあ、侍である、中村モンドが、仕事人やと気づけへんから、なんとかしろよとかって言ってるところ、不意打ちでガサって、刀で切られて、お前も天国に行ってこいやみたいなことを言って、最後またおとぼけシーンで終わるみたいな、こういうね、永遠のマンネリやねんて。今の人たちはね、変化をね、もしかしたらやけど、普段の生活が満たされてないっていうのかな。最近ちょっとすごく思うのが、今のゆとり世代の人たちは世の中が恵まれてないから、ゆとり世代の人たちは世の中に恵まれてないから、こういうところで現実から逃避するような話を、見たがる。いや、僕ら見たいのは別にこのね、男前になった古代進とか、ちょっとなんかピチピチの服着てる森行きが見たいんじゃなくって、見たいのは、戦闘シーンであって、これね、ヤマトのこのね、白色彗星編っていう言い方で、ちょっとできんねんけど、このね、白色彗星で、ズオーダー大帝がね、出てくる時のヤマトの話っていうのは、アンドロメダっていう、すでにヤマトよりも強力な船を持ちながらもやねん。持ちながらも、白色彗星がやってくることによって、圧倒的な強さの白色彗星に手も足も出なくなって、もうあとはって言って、で、希望の、元になるのがそのテレサであって、で、そのテレサの力を借りつつ、最後はズオーダー大帝自体が周りの人を恐怖で支配してたのに、まあみんなに見限られた結果、最後、ヤマトが特攻するみたいなね。白色彗星もだから波動砲を撃ちまくった結果、中に基地が出てきて、その基地を破壊したら、今度超巨大戦艦みたいなのが出てきて、それが最後の、ところやねんけど、その時すでにもう乗ってるほとんどのクルーがほとんどもうね、息も絶え絶えの状態でいない状態やから、もうヤマトは仕方がないから特攻しかないやろうみたいな、ちょっと思うんやで。ちょっと止まってもうねんが、ちょっと番号見せられへんやんか。ちょっと出しとこ。ね。ヤマトっていうのは、最後もうやることがないから、仕方がないからもう、何ヤマトって、ヤマトに古代と、森行きが乗って特攻するしかないみたいなところで終わるだけやんか。なんかね、ガミラスは友好国やって言ってね、まあデスラがいなくなったせいもあるんやろうけど、なんか月のとこにガミラスのなんか大使館みたいのがあったりとか、ガミラス館が相変わらずガミラス館であったりとか、これちょっとおかしいのよな、設定上。日本のヤマトとかアンドロメダは地球の船の形してんやったら、ガミラス艦も多少影響を受けていいのに、ずーっとそれをやったりとかすんのも、明らかに戦力として見た場合
地球の側の方が船の性能が良くなってるのもちょっと違和感が残ったりとか。で、一番なのはあの声やねんな。声。あと顔。それとあのセリフ回しやな。小野さんかなんかやってんねんけど、ユキーとか言うてやってんねんけど、なんか違うのよなみたいなところが。で、このね、宇宙戦艦ヤマト2202やな、愛の戦士たちって書いてあるけど、これ、放送して、結果として、これ商業的にはな、遊びでやってるわけじゃないから、宇宙戦艦ヤマトのこのシリーズは、ちゃんと、元が取れてんのかどうかなんですよ。とりあえず勢いでやっといたらや、みたいなね。なんちゃってガンダムとかもそうやけど、とりあえずやったらええやんって、誰か見るやろうみたいな、そういうなんちゃってシリーズはもうやめた方がいいと思うねん、僕は。そろそろ、なんちゃってシリーズやって、で、結果として、商業的には難しいわけやん。例えば映像ソフト、映像でね、映像ソフト単体がすごい売り上げが上がるわけでもなく、例えばそこら、この辺の田舎でも、大阪でもええけど、自転車乗ってわーって走ってる、自転車乗ってる小学生とか中学生が、昨日宇宙戦艦ヤマト見たヤマト、すごかったよなーとかっていう、そんな話題に学校でなんのかって言ったら、多分ならないんですよ。ならない。岡田さんも言ったけど、僕もさえね、面白くないアニメとか、面白くない映画見ると、眠たくなってきて寝てまうときあんねんが、うっつらうっつらして。ヤマト2202ね、だいたい6話からね、8話ぐらいまでね、僕は普段昼間寝ないねんけどね、今日はもう、なんか、ゆっくり、なんか、気がついたら違うシーンになってたみたいな。ちょっと厳しいと思うで、愛の戦士たち。これ多分ね、今月はこれが見放題になってて、2199もやってんねんけど、2199のやっぱ食いつきがいいねんな。見たら。食いつきすごいいいねん、2199の方が。やっぱり昔見てるから、若干中身がすり替わってても、見てみようかなって気になんねんけど、ちょっと厳しいな。僕最後まで、ね、多分見たことないねん。昔も見たことないね。超巨大戦艦やな。宇宙戦艦ヤマトでいう最後の白色彗星編やったら、超巨大戦艦って出てくんのんとか。ヤマトで特攻やとかってやってたけど、なんかこれ途中でなんか銀河かなんかに出てくんのよな。なんか、自動で全て動く。何してんねん、福井とかって呼び捨てやもん。もうな、宇宙戦艦ヤマトはもう一作でええねんで、悪いけど。ほんで、痛々しいのが、こうまたね、バンダイフィルムが使ってるからやねんけど、エモーションって言って、昔からあるバンダイの、アニメーション部門のやな、エモーションっていうのが、モアイの像が出てくるのがね、昔からやねんけど、もうあれ見てからね、またやんのかとか。んで、もうこれね、間違いなくね、30分っていう尺の中やったら、最初と最後の歌がだいたい6分ぐらい取ったとしたら、あと24分やん。で、24分のうち、この愛の戦士たちの時はね、だいたい1分から2分ぐらい、ズオーダー大抵のエレクトーンかなんかの、ダーン、ダーン、ダーンとか音聞かされんねんな、ずっと。で、ズオーダー大抵がドカーンって座って、片肘ついて座ってる姿を、何回も見せられるわけやん。悪いけど、福井さんには申し訳ないけど、僕らが小学校ぐらいの時に見たヤマトの方が、ズオーダー大帝っていうのは、白色彗星がやってくるのは、もっと怖かったし、もっと絶望的なっていうの、もうどうしてもあかんやんっていうぐらいの絶望感を、出してたんやけど、これからはね、その絶望感が伝わってこないのよ。申し訳ないんですけど。はい。ちょっと今日はもう寝る時間やから寝るけど、明日はちょっと忙しいね。
あさってもしかしたら忙しいからやけど、ちょっともう、なんとかなれへんの、ヤマトって。っていう、そんな、とこですか。まあ、好きな人は好きなんやろうけどな。僕もだから、面白かったら進めてあげたいとこあんねんけど、面白いとかけらも思えへんねんな。例えば、発信するときでもそうやねんけどな。徳川さんやったっけ？な、徳川さんなんかも、一生懸命エンジンかかるまでのことを細かい、この、アクションで、こう、セリフで切って、で、なんかいろいろ言ってんねんけども、なんか残りかす見せられてるみたいな感じやな。きついけど、はい。